国鉄1290系蒸気機関車。1290型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道員に在籍したタンク式蒸気機関車である。1875年、明治8年及び1882年、明治14年に鉄道建設工事用にイギリスから輸入された蒸気機関車、バラストエンジンで計3両が輸入された。1873年、明治6年及び1881年、明治13年、マニングワードル社製、製造番号431、435、815である。1873年製の2両は関節鉄道において使用されたが、1881年製の1両は日本鉄道に引き渡され、建設工事に使用された。日本鉄道に行った1両は埼玉県川口市の善光寺裏まで運ばれ、そこで組み立てしたことから、善光の愛称が与えられている。また、1873年製の2両は、製造番号が離れているが、これは1両が造幣料の注文であったためという説がある。一説として、これはヨークシャー社製の10、後の鉄道員110系であったという説も、が、いずれも確証がなく、真相は闇の中である。動輪直径は 914mm、車軸配置は C、動輪3軸、専従輪なしの意味のタンク式蒸気機関車である。本型は、ボイラー状に、蔵のように、各系の水槽を乗せた、サドルタンク型で、動輪を動かすシリンダは、台枠の内側に設けられており、弁装置は、スチーブンソン式である。外からは、各動輪をつなぐ連結棒が見えるのみで主連棒、等の機構を見ることはできない。蒸気ドームは、過失上に設けられており、サルター式安全弁を備えている。また、煙室扉の形状も独特で、通常は左右に開閉するものであるが、2、3を上下に開閉するようになっている。運転室は低速で運転されるのみであるため、屋根を4本の鋼管で支えるのみで、当初は前後の風よけすらついていなかった。後に風よけが前後に設けられ、関節鉄道の2両は運転室を拡大して、過失上の蒸気ドームまで覆う形となり、煙室扉の開き方も普通の左右開きに改造されている。また、日本鉄道が導入した1両の弁装置は、ジョイ式となっており、関節鉄道の2両もこれに倣っている。1875年に来着した2両は、22、24と不番され、西部地区、阪神間の建設工事に使用された。その後、日本鉄道建設用の1両が1882年に来着し、こちらは25と不番され、善光の愛称をいただいたことは前述の通りである。関節鉄道の2両は、1885年に H 型に類別され、1898年、明治31年には、形式が B1 型と改められている。本型は、建設工事用として、各地を転々としており、京阪神間の開業後の1880年に、敦賀長浜間の建設のため、船積みされて金ヶ崎、現在の敦賀港に送られたが、1886年3月に1両が、五島線建設のため戻されている。日本鉄道の25は、1894年、明治27年に関節鉄道と日本鉄道の機関車管理体制が分離されたのに伴う改版で M3、3型の3となったが、後に工事用機関車を工場入れ替え用を乙としたことから、1、機関車には1とのみ表示となった。つまり、日本鉄道には通常の営業用の1と工事用の1、入れ替え用の乙1と3両の1号機関車が存在したことになる。乙1は1906年、明治39年の日本鉄道国有化時には東京に戻っており、田端機関庫で入れ替え用として使用されていた。1908年、明治41年には機関 762mm から改め機工事中で機関車の製造が遅っていた青梅鉄道に23、後165と共に貸し出されている。国有化を受けて1909年、明治42年に制定された鉄道員の形式称号規定では、1290型と定められ、関節鉄道の22、24は1290、1291に、旧日本鉄道の項1は1292に改められた。1911年、明治44年4月に1290と1291は、千葉県庁に払い下げられ、千葉県営鉄道、野田線の1、2となりこの2両で開業した。1923年、大正12年に、千葉県営鉄道は、北総鉄道2条とされ、1930年、昭和5年3月に廃車された。その後の消息は明らかでない。1292は、工事用として、秋田鉄道、現在の JR 東日本花輪線の一部に貸し出されるなどしていたが、1918年、大正7年に使用中止になった。1922年、大正11年7月になると、千葉県営鉄道、野田線が、野田町の野田醤油株式会社の工場新築工事の資材輸送のためにこの機関車を借り受け、ここで3両が揃うことになった。その後、1923年に廃車された。1292は1923年に廃車となったが、全校の名は多くの人に知られており、当時池袋にあった東京鉄道教習所に保管されることとなった。1942年、昭和17年には東京神田に新築された鉄道博物館、後の交通博物館に移った。1959年、昭和34年10月14日には鉄道記念物に指定されている。2006年の交通博物館閉館後は2007年、平成18年10月14日、埼玉市大宮区に開館した鉄道博物館に移され展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。